こんばんは、アハ TV です。今日はひなずる随道というところにやってまいりました。ここはですね、新しいトンネルができたために閉鎖されたんですが、ここはひなずる随道なんですが、この辺がだからひなずる峠っていうところなんですね。で、ここが、ね、南北朝時代にひなずる姫が森吉親王の首を抱え涙ながらに越えたっていう出来事に由来していると。で、この森吉天皇とひなずる姫なんですけれども、鎌倉で幽閉されていた森吉天皇は足利忠義の刺客によって暗殺されます。森吉天皇の奥さんだったひなずる姫は密かに親王の首を抱えて鎌倉を脱出し奈良の方へ向かうと。しかしこの時ひなずる姫は親王の子を宿しており、この峠付近で産気づいた。で、従者の武士が村人に助けを求めるが、村人は後々足利氏からの咎めを受けることを恐れて誰も助けようとはしなかったと。で、仕方なく従者は枯葉などを集めて産屋を作り、ひなずる姫はその中で出産しました。しかし季節が冬で寒さや飢えから姫も生まれた子供もすぐに亡くなってしまったと。今でも雨の日の夜にこの付近でね、姫のつすり泣く声が聞こえるという噂があるそうです。あと、まあちょっと実際今目の前なんですけれども、かなりちょっと今まで行ったトンネルとはちょっと違う怖さがあるなっていうのと、周りもかなり怖いっていうのもあるので、気をつけながら心して検証していきたいと思います。いきます、よろしくお願いします。ちょっと待って、これ何？なんか書いてないよね。積んでるね、でもね。なんだこれ。なんかさ、トンネルでこんな怖かったことないんだけど、私。いや、なんかここのトンネルめちゃくちゃ怖い。いや、ざわつきはすごいんだけど。ちょっと先が見えない。行きますか。聞こえた？なんかの音か、風かな。てかその前にここで男の人の声したんだよ。そう、ここどこ、え、おおみたいな。そう、うん、ちょっと先が見えなさすぎじゃない？ここをくぐってからなんか胸が苦しいんだけど。え？うん。いや、先が見えないっていうの。え？耳元で女の人。そう。右側の耳で、うん、高い声だった。
今背後だったね、うん、いやちょっと気のせいかねえ、コバが今騒いだ瞬間さ、私さ赤ちゃんの声聞こえてたのね。赤ちゃん、そう、言おうと思ったらなんか、うん、聞こえた？聞こえた。子供？なんかオンギャオみたいな。今赤ちゃんから子供っぽい、なんか小さいと思う。とりあえず進むか。うん、髪の匂いがするな。なんだろう、落書きとかあるけどさ、うん、あんまり人が踏み入れてないような感覚しない？え、これどこまで続いてんの？これすっごい奥じゃない？え？今って結構長いぞ、これ多分。待って、苦しい。カビ臭すごいな。匂いわかる？わかんない。峠が古くてトンネルはその後なのかな。え、でもさ、これさ、その当時の石なのか。赤いよね。なんか、なんだろうな、このポツポツといい。化石？化石？か、元はこれが表面にあったのかな。ああ、なるほどね。削れちゃって見えてるけど。あ、なんか一部崩れてんのかあれ。でもさ、こういうとこってさ、うん、作るとさ、必ずさ、うん、事故があったとかさ、うん、人柱、うん、あ、はいはいはい、の話とかさ、作業員が亡くなったとかさ、うん、そういうのもあるじゃん。あるね。そうだ、うん、ここから手掘りなんだ。手掘りっていうか崩れたのかな、わかんない。なんじゃこりゃ。え？赤ちゃんの声した。これどうなってんの？これ。うん？何？コンって言ったよね。奥の方だ。わわわわわわ。ちょっと待って。どうなってんの？コンって言った。何私のそばで恋した男の、何だろうねーみたいな女の人。え、何何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 私のそばで恋した。え、今一緒に私たちと誰か歩いてるよね。間ぐらい。
降りてきますね。そう。なんか言ったよね。今一緒に会った人って誰か歩いてるの？本当マジで？間ぐらい。間？え、俺とコマさんの？そう。見えた。ここら辺、うん、ここら辺のところ今こっちに何か移動した。左に、うん、こっちに。でも多分一部、一部体の一部、うん、人型じゃなくて一部だと思う。って音したよね。ま、待って。いや、こういう音じゃないな。いや、コツ。誰か来た？コツなのかなあれ。誰か来た？多分さ、峠とかだからこの辺も全部含まれるわけでしょ。そうだ、ね、ここはちょっともう危ないから行けないね。なんか崩れてて、戻りつつ検証とかも入れていくか。じゃあちょっと今からゴーストチューブやりながら歩いてみたいと思います。向こうの方に。たださ、ちょっと待って、携帯これさ、ピント合ってなくない？合ってない。じゃあ近くで話してみるか。ここ下に今あった。 OK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 。どなたか、あー、またブレた。どなたかいらっしゃいますか？いらっしゃいましたら何か合図をくださるとありがたいです。今からそちらまで歩いていきます。全然マジでピントが全く合わないわ。今までなかったよ。まあ、ど、うわ、なんだ今の。違う、黒いのがチラチラって通り過ぎたやつ。コウモリかと思ったけど全然。え、うん、下下、あ、ピントあった。あった、うん。今このトンネルにどなたかいらっしゃいますか？反応ないな。どこどこ、刑務所。ストレス。急に喋るけど。刑務所ストレス。間違い。でもさ、誰かずっといるよね。うん、それは、ね。ついてきてる。ほらほらほら。し、照らすな。
今私たちと一緒に歩いてる方いらっしゃいますか。またピントが合わなくなったよ。ポチポチ近くにあるのかな。ちょっと後で調べてみようか。ずっといるよね。元町で。暗いやつ。ちょっと写し。誰かいますか。あなたの前で。僕の前ですか。さっき話しかけてきた男性の方ですか。今いるのは。いたらちょっと話してませんか。前ってこっち後ろじゃないの。後ろだよね。どっちにいるのかな。でも前って言われたら確かにピントは合ってないんだよ。合ってない。だけど後ろもこの辺が気になるんだよね。この位置どこ。こっち。ちょっとこのカメラが向いてる方。ああ向いてる方。あなたは誰ですか。ずっと歩いてついてきてると思うんですが。あ、いなくなった。失速します。失速。私苦しいっつったよね。屋根裏。屋根裏。屋根裏。また怖い単語。でもここ屋根裏関係ある。あなたを見てるよ。いらっしゃいますよね。ごめん。ごめん。ここにいらっしゃる方はこのトンネルとどういう関係なんでしょうか。トンネル内で何か事故に遭った方とか、それとも他のとこから来た方なのか教えていただけませんか。ここに赤ん坊はいますか。謝罪。罰する。でもさ、何人かの情報がさ、まとまってる可能性はあるからね。ああ、なるほどね。一人のことじゃないかもしれないから、もう情報が。そうだね。なんか刑務所関係のことを言ってる人もいれば、ちょっと家を表すような人もいるじゃん。うん、屋根裏とか葉巻とか。そうだね。ダイニングとか。あ、またピント合わなくなってるし。何なんだ。ここで事故に遭った方とか、事件に巻き込まれた方とかはいらっしゃいますか。守る。守る。何を守りますか。ついてきてる人増えてるよね。多分。え、増えてるの。増えてるの。うん。一人じゃないの。最初は一人だったんだけど、また、私今ライト持ってないんだけど、うん、俺撮ってたよ。あ、いや、こういう岩と岩の間に、え、入ってった感じ。うん。
なんか感覚的には3人ぐらいついてきてるよ、ね、でもこうやってもたもたしてるから余計ついてきそうだよね。怖い。かといって、まあ検証しなきゃだから、さっさと通り過ぎ。細胞。守る細胞。やっぱ人柱とかあったのかな。わかんない。人が埋まってるっていうことはないですか。怒り。どうやって。どうやって。埋められてる方はあなたの後ろに。後ろ。今どっちの後ろだ。四季祝福されています。祝福。まあでもこの四季と苦しんでいます。苦しんでいます。どこで苦しんでますか。私の後ろにいる方ですかね。さっき言ってた、それともこのトンネルの壁の中とか、どこにいますか。情報がちょっといろいろありすぎてまとまらないな。じゃあ一旦このまま向こうまで通過しましょう。おうおうおうおお、すごい今多分後ろ人数増えてると思う。いるなら合図をください。天国。天国。あ、ちょっと待って、ここ苦しい。苦しい。絶対苦しい。うん、ちょっと一旦通り過ぎます。わあ、やっぱここら辺だな。ちょっと急に胸が苦しくなる。圧迫感がある。うん。じゃあありがとうございました。一旦ここで切ります。一人ずつ検証しましょう。順番に。じゃあその間私は車に戻ってます。小馬が今から10分間停電をスタートします。私はこの車の中で待機になります。で、小馬が10分間終わったら私と交代で私が10分間停電をしてみたいと思います。はい。じゃあこれから一人検証始めていくんでお願いします。どうぞ。19Hz の音を鳴らしながら検証をしていきたいと思います。今 19Hz 鳴らしました。こんばんは。どなたかいらっしゃいますか。もしどなたかいらっしゃったら反応してください。先ほど一応トンネルの端から端まで行って回ったんですけど、その間に何人かついてきてたと思うんですが、今って近くにいらっしゃいますか。先ほど女性の声と、あと子供、赤ちゃんもなんかちょっとわからないんですけど、ちょっと幼い感じの子供のような声が聞こえたんですけど、今いらっしゃいますか。
解で戻ります。終わり。ごまさん、車着きましたんで、検証、一人検証お願いします。どうぞ。了解しました。今からスタートします。ごまさん、車着きましたんで、停電。検証、一人検証お願いします。どうぞ。了解しました。今からスタートします。今から、10分間、一人検証したいと思います。その前に、まず最初にちょっとお経を流してみたいと思います。効果があるかわからないけど、ほどついてきていた方々、何か反応していただけますか？寄ってきてる感じがする。ちょっと人型検出の方もやってみたいと思います。あの2つの目なんですよ。私の目が今なってるみたいに。多分今この状態で私のどこだろう、そこに目があるっていう感じなのかもしれないですね。ギリギリなんだけど、バッテリー、バッテリーがギリギリ。こっち、こっち。本当に10分経ったの？だってなんかめちゃくちゃ早かったんだけど、もうちょっとやりたいこといっぱいあったな。10分経ったよ。ひなずる随度の検証終わりました。何回かトンネル行ってるけど、もしかしたら過去一かもしれない、トンネルの怖さでは。ちょっとなんて言うんだろう、静かすぎるというか、空気が無じゃない、なんつったらいいのかな。わかる気がする。音がしないとかじゃなくって、うん、空気感がなんか無なの。あ、だからその分なんか飛び澄まされるっていうか、こっちが。あ、そういうことか。うん、私は結構何回か見ちゃったなっていうのと、うん、結局赤ちゃんの声は何だったのかなとか、あとやっぱり後ろにずっとついてきてるなっていうのは感じました、うん、あとは動画でどれだけ何かが撮れているか。はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。
I'm not good at letting down my guard, but I really want it. Before you, I was running in the dark. When you said this was goodbye, that's when I realized I can't live without, I can't live without you. Try to be honest, I can't live without, I can't live without you. I can't live without, I can't live without you. Try to be honest. I can't live without, I can't live without you. I can't live without, I can't live without you.